はい、ジャン君。ジャン君、かわいい。入ってるね。ツナの缶詰の中に入ってるジャン君。2は?これを。かわいい小物の雑貨店で。変なものを買ってきました。こんなのを買ってきました。開けて。これね、動くんですよ。こういうとこだ。はい、このようなものでございます。これをここに置いてみます。ポンちゃんが見えてます。あれ、動けなくなっちゃった。あ、ポンちゃんほら飛んでくよ。うん、なんだ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 あれ、ポンちゃん力尽きました。ポンちゃん面白いね。ポンちゃんなのに意外にリアルに見えます。ポンちゃん、ポンちゃんのお手手で止まってます。ポンちゃんどうどう、ジャン君どうどう、ん、やっぱり生き物とは思ってないね。うん、そうだね。ちょっとだけなんか嫌だなって感じ。あ、ちょっと手が、あ、じゃあもう一回やってみる。行ったなー、ポンちゃん行ったなー、ポンちゃん行ったなー。遊んであげて、ポンちゃん。ほら、ポンちゃん。ふふふ、こんだけのもんだったか。さっきちょっとちょいちょいしてたじゃん、ポンちゃん。ここのさ、ジャン君のここに、あ、ダメだ。やっぱカーブしてるとダメかな。そりゃそうだね。ダメか。ポンちゃん遊んでよ、ポンちゃん。あ、遊んだ今。ちょっとちょいちょい。
ょいする。ちょいちょいしてるよ。始まりました。みーちゃん。あら、終わりました。終わりました。もう飽きちゃったかな。ちょっと遊ばないのかいぽん。はい、終わりということで、500円の芋虫はこんなもんでした。そしてこれはマオイママさんが気に入って、小さな、これ香水瓶だね。だね。を買ってきました。こういうのを集めるというか、こういうのが好きです。ガラスが好きです。ガラスのものが意外と好きです。この中に花を入れるとハーバリウムなのね。そうだね。あ、でもこれ、ポスポスポなの。はい。はい。これ、どこに何個入ってるの？線か。ルー君は無反応でした。ルー君、これジャックに似合うと思うんだけど、ジャック入った。ジャック似合う。今日ね、キツネさんも買えなかったの、残念でした。ちょっと悩んでる間に売れてしまった。はい。悲しい。そんなこともあります。また作家さんが作って出展するでしょう。ちょっとね。さて、すごいことが起きました。メールで連絡があったので気がついたんですが、実はですね、これ iPod Air。怖い。これがですね、iPad。うん、まあ新しい機種を買ったので、古いものをお下がりでということで、なんといただいてしまいました。ありがとう。こんなものは使えないとずっと思っていたんですが、うん、手に入れてしまいました。さあ、はっと気づいたらですね、自分の身には iPad という文化は起きないものと思っていたので、うんうん、iPod の使用方法一切知りません。起動できないの、俺。だから今、インターネットで iPad を起動する方法っていうのを、今、ページを開いたところです。これから勉強して、始めようと思います。なんかどっか触るんじゃないの？こことね、ここをなんか、これも、うん、これは最後に、ここになんかスイッチがついていて、うん、まあ、その辺もこれから勉強します。うん、ありがとう。ということで、これとは別にですね、ジャン君のお誕生日もお祝いしてくださいということで、また旅、こういうのをもらっちゃいました。これ投げるよ、きっとまたね。ねえ、また旅の匂いがつけられるやつかな。そういうことだね、うん、もうちょっとクンクンしてるし、ジャン君よとこんちゃんやろ、ね、うん、じゃあ、ありがとう、遊ばせます。人間用にもおやつが入ってましたよ、はい、ありがとう、うん、はい、こういうものをですね、いただき物をしたときに、あまり恐縮しすぎないようにもう最近は、しています。どうもありがとうということと、それから動画を、より面白くしていきますということで、これなんかはね、 iPad なんかは、いろんな機動性がこれで出るはずなので、ちょっとまだピンときてないんですけれども、これを使って何かできるっていうことを模索してみます。どうもすいません、ありがとうございました。ありがとうございます。お手紙に可愛いニャンコシールもついてたよ。はい、ちょっとそれはやめとこうかな。
でもシールだけだよ。うん、まあ後で。はい、ジェン君もお礼を言っております。言ってるように見えるかな。ポンちゃんは食べております。これだよ。いいね、ジャン君。あ、クンクンしてる。